これ誰だろう。ヤマトンジェダイ。ヤマトンくん。トイレ行ったか。まだお前。あれ？え？死んでる？じゃあ私だ。じゃあ俺殺してないよ。勝手に死んでたんだよね、これ。落ちたんだよね、これ。さすがにかわいそうだ、これ。いやいや、俺上司とかそういうことやんないから、マジで、本当に。さすがに。ヤマトンジェダイはさすがにやんないよ。設計図か。タンクトップ作れるよってこと？あれ？これ、国兄じゃない？ああ、ヤマトくん！国兄だ。急に死んじゃってさ、びっくりしちゃったの。来てるんすか？え？ああ、そうそうそう、さっき僕なんて全財産奪われて。誰に？今これっすよ。これだけです。え？関裕太ってやつなんですけど、絶対見かけたら撃ち殺してください。オッケー、あげるあげる。何が欲しい？馬もあげるよ。大丈夫ですよ。一応雪山で死体があるんで、俺それ取りに行くんで。馬もあるよ。馬も。馬いる？え、てか馬もある。いやいいっす、大丈夫。俺もう走って取りに行くんで。マジで？水だからな、マジで。大丈夫。あ、肉とか水大丈夫？お兄さんめっちゃあれじゃないですか。あ、大丈夫っすよ。すごいね。あ、間違えた。馬の糞、あ、俺もね、全然結構拾い物して、いい感じに拾えてる。じゃあ、スタイリッシュ。黄色い服どうやって手に入れたんですか？え、なになに？その黄色い服どうやって手に入れたんですか？落ちてた。バス停に落ちてた。落ちてた。バス停みたいな家があって、そこで全部落ちてた。だからそこで拾った。へぇ、すげぇ。俺、ね、1円もないんで。馬ってこれ後ろとか乗せてもらえたりはしないですよね。これ乗れないよね。乗れるかな？乗ってみる？乗れる？乗れないか。あ、いやでもなんか乗れるかも。あ、乗った。乗れた。僕に。いける？あ、ちょっとダメか。ダメ？ダメ。ダメか。まあ、一応ね、ここまで行けば、マップの、もうちょっと先まで行けば馬あるよ。俺あげるよ。じゃあちょっと、ちょっと、行こう行こうか。あ、マジですか。馬あげる。俺2匹目なんだけど。北西のとこにクマがいるんですよ。この I6。I6？ I の6にクマがいるんで。はい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 。ここに死体があるんですけど、取れないんですよ。クマがいたら無理だよね。あ、俺も一緒に行くってこと？さすがにそれ上司のね、言われたら行くしかないよね。いや後でお礼するんで、ちょっと。オッケー、じゃあ一緒に行こうか。ただね、荷物が重いから、ちょっと一瞬さ、さ、あ、はい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 。D の12に行ってくんない？この道沿い。D の12。D の12町で。いいっすよ、はい。あ、山本くん何？サヌに一人やられたの？なんか、そうですね、やられたっていうか、なんか船のとこにカジノがあって、L11 に。うん。なんか絶対儲かる必勝法があるって言われて、うん、絶対儲かるんだったら、だって僕のじゃあ全財産ちょっとこれお願いしますって言って渡したら、うん、0円になりました。ああ、そういうことね。あいつは消えていきました、海に。やられたんだ。それはちょっと仕返ししよう。今ちょっと半メガネ連合をね乗ってるんですよ。はい、オッケー。俺もそうするわ。乗った。やっぱ上司にそういうことするやつは許せないから。ちょっと音がね、ちょっと今ね、騙されてる人多いみたいなんで。サルにね、関さんにね。はいはいはい。ちょっと待ってよ。あ、ここです。ここの馬あげれます。こういう時だよ、お前。これでも山田君、俺も相当喜ぶぞ。え、これが、これ拠点？これ拠点じゃない。俺の家より全然。これあげる。この馬あげる。拠点じゃない。この馬あげる。あ、いいんすか。いいよいいよ。マジか。ダバだけど。あざす。オッケー。いや、もう全然。トークより100倍マシっすよ。一瞬これちょっとドア閉めといかない。山田君 I6 まで行けばいいんだよね。
はい、はい、はい、6年まで。オッケーとお願いしたいっす。オッケー、はい、6だからちょっとここら辺か、これ赤色だな。オッケー、いきます。ちょっと待って、キノコにはちょっと目がない。行くっつってさ、行かないのありかな。靴って先取ってくださいって言ってさ、体力いかないのどうなんだろう。さすがにまずいかな、俺首かな。俺関係ねえしな、だってな、俺やられてねえしな、勝手にやつがやられたんだろ。俺関係ねえしな、何にも関係ねえんだよ俺は。ガチでこっちから行った方がいいな。ヤマトンくんどこ？はい、6だろ。もうこの辺なんだよ、アイ6って。ヤマトンくん。あ、あいつか。無理だろ、あれ。ちょ、ヤマトンくん死んだんじゃない？馬が。俺のあげた馬が。これ俺の馬じゃない？ヤマトンさん、これ俺投げた馬？いや違う、俺投げた馬じゃない。守っとくか、弓矢で。やべ、矢1個しかない、これ無理だ。ちょっと待って、あいつ俺の馬に。あぶねえ、これ非常にやばい、狙われてる。まず、ちょ、帰ろうぜ。無理だよ、これ。無理無理無理、こんな。俺関係ねえもん。コクニーがキノコ！え？コクニーがキノコはいませんか？あ、いた！いるいるいる。で、上でね、白熊がいた。これね、そうなんですよ。俺がね、弓矢で引きつけようか。あ！じゃあその弓矢で引きつけた後に俺がじゃあ取りに行く。拾ってすぐ逃げるって。俺もすぐ逃げるわ。はいはい。あれ白熊どこ？あれいなくない？白熊いるっす。右230の方向にいます。30 230OK。 右230の方向どこ？これ今ゆっくり取りに行くんで。いけるいけるいける。一発ヘッドショット当てるわ。俺即逃げるよ、即逃げるよ。取った？はーい。取った？取ってないっすまだ。はい、取って。取ってないっすまだ。取って早く。え？早く取って。なんだって？え？知らんぞ俺は。聞こえないっす。何ちょっと。取った？え、全然聞こえないっす。取った？取れました。ありがとう。オッケーオッケー、いけるいけるいける。逃げろ逃げろ逃げろ。ありがとう。ちょっと一回ふもとまで降りよう。ちょ、俺やばい、体力が。オッケーオッケー、行こう行こう行こう、逃げよう逃げよう逃げよう。よしよしよし。携帯電話。携帯？そんな文化あんの？もう。オッケーオッケーオッケー。あーざっす、よかった、おかげさまで。いや携帯とかそういう文化あんの？もう。できましたわ。いやじゃあ携帯持ってんの？そう、携帯あるんですよこれ。マジで？この後買いに行きましょうよ。ちょっと一回、待って。携帯持てるの？クラフトしてからいいですか？ちょっと俺。すごいな。携帯ね、めっちゃ必須アイテムらしいっすよ。あ、そうなんだ。ああ、ありがたい。助かった。いやいや、全然全然。ダメかと思った。よかったよかった。いや、金取られて、なんかもう食料がなくなって、雪山に駆け込んで、熊に殺されて、さらに馬もなくなってみたいな。なんかもう。こう1時間で地獄みたいな状況。踏んだり蹴ったりだね。全部失ったんですよ。それはちょっときついわ。散々だ。なんかいろんな人がね、なんか急に全部なくなって、もうやる気なくなったわっていう人も結構いたんだよね。ラストってそんなになんかそういう感じなんだね。え、全部なくなるとかあるんですか？なんかインしたら全部なくなったとか言ってる人もいるらしいんだけど。そんなことある？新しいよ、なんかよくわかんないけど。
わかりました。スクラップ持ってこないと買えないですね。60スクラップないと。あ、じゃあ一回家帰ります。はーい。あ、じゃあそれ一回ついてく。先生のところコメラで黒人いい人扱いされてて、それは当然でしょね。当然じゃないですか。助けましたからね、私。これ着きました。はーい。あ、めっちゃ近いわ。なるほど、了解です。バリアンテイスなとこが俺のとこです。1100ありました。あー、じゃあ、600円だけあったら、はい、あれですね、行けますね。600でいいんだ、オッケー、行きます。600円で確かね、600円かな、うん、行きましょう。600じゃない、60だった。全然違うかった。めちゃくちゃ60だった。今何、今9割ぐらい抜こうとした。今もしかして ATM に ATM。 いやそんなことない、そんなことない。国人、はい、どうやってそんな稼いだんですか金。なんか一回なんか家みたいなとこ入ったら、なんか家みたいなとこ入った、はい、そう、なんか地雷があったで死んじゃったの。死んだ、はい。で取りに行ったらなんか開いてて、全部全部開いてて全部開いてて、なんか家の型がなくなってて、バス停みたいになってて、はい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 。でなんか、あ、なんか物いっぱい落ちてんなって言って拾って、でそれで稼ぎました。それワンチャン、さっきなんか全部失った人がいるって、それ国兄が取った説ないですか。いや、それは違うと思うんだけどね。別俺は取ってないと思う。拾っただけ。あ、敵？大丈夫？気をつけて。あ、びっくりした。そうかな。いや、ね、拾っただけなんで、マジで。俺は悪くないよね、だってね。人だよね。